the music. I love the variety. I like how they do the variety. Lakeside FM station. This is Charge. Charge.みんな子がお届けしているチャージ、このお時間はですね、滋賀アイドルコレクションにも名古屋クリアーズが登場してくれたんですけど、お掃除ユニットクリアーズからのメッセージが届いてます。チャージのリスナーの皆さん、きなこさん、こんにちは。お掃除ユニットクリアーズです。私たちクリアーズは全国に8チームあるんですが、今日は東京クリアーズがお送りしています。改めて自己紹介します。上から読んでも下から読んでもカルベルカです。東京クリアーズの関西人おまみやです。ハスキーボイスのりおちです。東京クリアーズ班長ちゃんかなことかなこです。いつもマイペースしーちゃんことしーなです。私たちお掃除ユニット東京クリアーズです。よろしくお願いします。はい、私たちクリアーズは日本全国お掃除計画を目的とし、ライブ活動の他にもお掃除ボランティアなど参加しています。さて、この番組チャージは番組をお聞きの皆さんに元気を届けていこうという番組ということなんですが、私たちの元気の源はやっぱり話し合った結果、満場一致で応援してくれる皆さんだったよね。そうね、みんなだよ。リリース期間中で毎日みんなが会いに来てくれて、うん、毎日笑顔で応援してくれてね、うんうん、大きい声でこうリオチンとかみんなの名前をさん呼んでくれて、毎日感じるよね。そう、パワーもらってます ね、はい、ありがとうございます。そんな私たちクリアーズですが、今日3月18日にニューシングル汚したくないくらいをリリースしました。イエーイ。この曲はスカをベースにしたかっこ楽しい楽曲になっているんですが、これから卒業や就職など新たな旅立ちをする方も多いと思うんですが、そんな皆さんへの応援ソングにもなっています。今後の予定なんですが、クリアーズは毎週火曜日に代官山シアターサイバードにて定期公演を行っています。CYTV にてパソコンやスマホで無料で生中継も見られます。詳しくはアメーバブログやツイッターでお掃除ユニットクリアーズと検索してくれたら嬉しいな。これからもお掃除ユニットクリアーズの応援よろしくお願いします。以上、お掃除ユニット東京クリアーズでした。バイバイ。お掃除ユニット東京クリアーズのみんなメッセージありがとう。汚したくないクライのクライバーの英語のね、泣くになってるからね、素敵やね、これかわいいね。あと着ぐるみメタモヤッチさんからもね、今日東京クリアーズのコメント楽しみですとメッセージもらってて、ちゃんかなちゃん、私との同じかなこちゃんのことかな、ちゃんかなちゃんやったら嬉しい涙がちょっと切れますというかなちゃんの声も聞けましたね、よかったですね。さあ、お掃除といえばドキッとします。私の部屋がもうどんどん汚くなってきてね、部屋が汚れてくると心もざわざわしてきてね、乱れてくるというね。皆さんのお部屋はちゃんと綺麗になってますか？こんな可愛いみんなが掃除してくれたらすごい嬉しいですよね。全国にお掃除ユニットクリアーズ空いてますので、皆さんご注目ください。お届けしたのは汚したくないくらいでした。Okay, E-Radio 77.0. Come together, all you radio lovers. Beginners are welcome. Charge.